丸くで勝てない、そうですね。やっぱりこう、今まで見てきて、トータルの丸くで、やっぱり上行ってるなっていうのは、やっぱり鈴木選手、あと横川君。まあ、この2人はやっぱり、あれですね、見た中では。見た中っていうか、この、実際僕、下から見たことがないですよね。彼らがコンテストに出てるところね。で、僕、よく言われるんですけど、バックステージでナンバーワンなんですよ。ステージそん裏なことあはるんですね、か。すごい僕、迫力あるんですけど、ステージに上がると、プロポーションインストっていうのはより迫力が出るんですけど、僕の場合は、ステージに上がるとそのままって感じですね。はい。なので、まあ、バックステージが例えば100、10だとしたら、ステージに立っても10。それってポージングの差なんですか？そう、ポージングもあるし、まあ、舞台映えっていうのもあると思いますね。で、やっぱり勝てる選手っていうのは、バックステージで10だとすると、ステージ立った時15ぐらいのこう、なんかこう、見え方してくるんですよね。